はい、おはようございます。私の方から冒頭について、3点申し上げたいと思います。まず一つは先ほどの閣議で、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の発令について、総理からございました。円滑な準備に資するため行政各部の所管する事務の調整について私が担当することになりました。それから昨日おとといと中国大連に出張し、世界経済フォーラムが主催するサマーダボス会議に出席をいたしました。サマーダボス会議ではパネリストとしてセッションに参加するとともに各国の要人と経済発展のための教育の在り方や文化面からの産業育成、科学技術、イノベーションやスポーツを通じた経済発展等についての意見交換を行いました。またサイドイベントとして日本の官民が連携して開催したジャパンナイトに出席をし、富士山の世界遺産登録や2020年オリンピック・パラリンピック東京決定で喜びに包まれている日本にぜひ、おいでいただきたいとの挨拶をいたしました。このサマーダボス会議は、日本の閣僚が参加するのは今回初めてということでありまして、私と山本大臣が出席をいたしました。日本の教育、科学技術、スポーツ、文化に関する取り組みを各国の政府関係者、フィンランドの首相と含め民間企業者にも理解をしてもらうという機会、バイ会談がかなり間に入りまして、大変意義深いものとなりました。来年1月に行えるダボスで行われるダボス会議について、ダボス会議の会長から安倍総理と私に対する招待を受けまして、国会日程が許されればぜひ冬のダボス会議にも出席をしたいというふうに考えております。それからイプシロンロケットの試験機の打ち上げについてでありますが、打ち上げ延期により心配をおかけしたイプシロンロケット試験機については現地の気象状況にもよりますけれども、明日14日午後1時45分に内之浦宇宙空間観測所から打ち上げることとしております。これまで JAXA においては打ち上げ担当とは別に特別点検チームを設けるなど、その総力を挙げて総合的な点検を行い万全の措置を講じてきたところであります。現在明日の打ち上げに向けた最終的な準備作業を慎重に進めているところでありますが、打ち上げが無事成功するよう私も期待をしているところでございます。私の方からは以上です。ありがとうございます。菅原一旦、はい、国民担当大臣に就任されたということで抱負をお聞きしたいんですが、はい、先ほども申し上げましたが、安倍総理からの指示は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の円滑な準備に資するための行政各部の所管する事務の調整を担当するということでございます。で、東京大会の開催に向けてオリンピックとパラリンピックを一つの大会として捉え、世界のアスリートが集う最高のイベントとしていく必要があると思います。今後政府においては多くの府省庁に関わる多岐にわたる取り組みについて担当大臣として政府全体の総合調整に戦略的に取り組んでまいりたいと思います。過去の事例を見ますと、オリンピック五輪担当大臣というのは1964年の時の東京オリンピックと、それからもう一つは札幌冬季オリンピックの時に設置されたということでありますが、いずれも
招致が決まった相当後に立ってですね、後になってから担当大臣が決まったということでありますけれども、今回のように即担当大臣を置くということは異例でありまして、それだけ安倍総理からですね、この五輪を通じて、つまり2020年を一過性の単に五輪開催の年とするのではなくて、日本再生の起爆剤として位置づけ、明治維新終戦に続く第3の社会変革期として、オールジャパンの視点からハードソフト面を含め、新しい日本の創造に向けて取り組むという意思でもあるというふうに受け止めて、これから幅広く関係省庁にもこの2020年を目標にどんな取り組みをするかということを問い合わせをしながらですね、改めて既存の枠にとらわれないこの2020年に向けたオールジャパン体制、これは政府だけでなく、今日は猪瀬都知事が私のところに来られることになっておりますが、それから招致委員会といろんな組織の代表の方々とよく話し合いながら、政府間の中でも幅広く意見を聞き、そしてしっかりとした体制を整えて、スタートできるような、そういう準備をこれからしていきたいと考えております。ありがとうございます。各社どうぞ。はい、じゃあ一番早かったらどうぞ。読売新聞の中江です。お疲れ様でした。ありがとうございます。訪中と五輪担当層就任について2点ございます。まずは五輪担当層の方なんですけども、先ほど幅広くというようなお話でしたが、もうちょっと具体的にどのあたりからどのあたりまで、例えば、五輪の選手強化ですとか、インフラ整備ですとか、例えばそれに関連する科学技術の、開発ですとか、そういったことも含むのかなと想像しておりますが、その辺について大臣はどのように認識していらっしゃるのか。で、2点目が、1泊2日で訪中されて、その時に、非常に関係が冷え込んでおります中国ですとか韓国の政府関係者とも、接触があったのかどうか、それは会談レベル、もし閣僚レベルとの会談、民間レベルとの会談、あと中国韓国の関係者から五輪開催について、もし会話ですとか、おめでとうというような声があったらご紹介いただけますでしょうか。はい、まず1点目でありますけれども、将棋でもですね、私の方から支持と表明をいたしましたが、これはスポーツだけではなくてですね、2020年に向けて、一つは文化芸術立国中期プランというのを作っておりますが、これが2020年目標にしております。これが花を開くようなことをしていきたいと。つまり東京での開催というのがオリンピック・パラリンピックですけども、同時にですね、全国津々浦々で文化芸術のイベントをし、アスリートが世界中から訪れますが、同じぐらいの世界中からアーティストにもですね、日本国内にぜひ来ていただいて、東京だけでなく全国でもこういう文化芸術イベントや、あるいはそれに応じたですね、企画、それからそもそも日本が文化芸術立国として世界にアピールすると、それをぜひ2020年を目安に同時進行で進めていきたいというのが1点あります。それからこれは文部科学省の話ですけれども、2つ目にはですね、グローバル人材の育成ということで、この2020年を一つの目安にしてですね、積極的な留学生を倍増すると、受け入れと、それから送り出し含めてですね、多様な語学、英語中心とした対応できるような、そういう青少年の教育も合わせてやっていきたいというふうに思います。それから3点目が科学技術についてでありますけれども、これもですね、科学技術イノベーションについては2020年に世界でトップを目指すことによって、ぜひ
科学技術という視点から環境、それから防災減災、それからエネルギー対策、省エネ等ですね、これも2020年世界中の方々が日本に来たときに世界で最先端の科学技術ということが明確に打ち出せるような、あるいは体験してもらうような、それをしていきたいと思っておりますが、それだけでなくですね、他省庁にも働きかけながら、日本がこの 3.11 東日本大震災から確実に復旧復興を遂げて、そして東北地区のその復興についてもですね、合わせて世界中の方々が見に行っていただけるような、そういう環境づくりや、また東京における減災防災対策もきちっと行われて、そういう自然災害についてですね、世界の最先端の都市としての十二分な対応ができていると、いうことが示せるようなことを含めながら、あるいは観光については、すでに2020年に、2000万人にするということを目標にしておりますけれども、そういうふうにですね、いろんな警察含めて関係省庁にこの2020年までに何をどう達成するかと、それをオリンピック・パラリンピックと連動させながら日本そのものをどう活力として結びつけるかと、こういうことを担当大臣としてですね、他の閣僚等と調整をしながら、単に東京オリンピック・パラリンピックのスポーツの祭典で終わらせないような、そういう企画をぜひ、考えていきたいというふうに思っております。それからダボス会議についてはですね、残念ながら当日は中国の首相が出席をされていたので、アポ取りを直前の直前まで調整をしていただいてたんですが、残念ながら調整はつきませんでした。で、韓国からは特に、閣僚級の方が来ているとの情報が入りませんでしたので、セットはできませんでした。ただ日中のですね、交流協会の理事、前教育科学の副部長、日本でいうと副大臣に当たると思いますが、の方にはお会いして、科学技術、それから特に留学生問題についての媒介談ができましたが、向こうからも2020年の東京オリンピック・パラリンピックに対するお祝いと協力についてのお話をいただきました。はい、じゃあ、はい、先生、五輪担当大臣の件に伺いたいんですが、先ほどおっしゃったように、かなり決定してからすぐに任命されたかと思うんですけど、その分、おそらくいろいろやらなければならないということが終わりなのかなとは思うんですが、それに対する、ご感想と、あと何かその閣僚とか総理から、こういったところに期待をするみたいなお話があったのであれば、お話を伺いたいんですが。はい、先ほどもお話しましたが、今回ですね、我が国においては、3回目 のオリンピック担当大臣を置くということの中 ですね、招致が決まってすぐというのは今回がですね、初めてのことで、それだけ、異例のことですが、7年後というのはですね、これから日本が具体的な工程表を作ってですね、達成していくという意味では、一番目安として考えられる年数ということで、安倍総理も直前にというよりは今すぐから着手しようということで五輪担当を置くということを判断されたのではないかと思いますし、その判断は今の日本の状況から考えるとですね、非常に的確な判断だというふうに私も思います。ですから、私がその担当ということでありますから、ぜひですね、今からロードマップをしっかり作って、そして、これは私の個人的なまだイメージですけども、関係省庁やあるいは東京都や招致委員会だけでなくですね、広く国民の皆さんからもですね、2020年に向けてこれからの日本をどういう夢を持ってですね、どういうビジョンを持って達成すべきかとか、
それから合わせて民間の方を含めた有識者会議等を作ってですね、2020年あのビジョン委員会のような形でですね、このオリンピックをきっかけに2020年までに我が国は あらゆるレベルにおいて、ビジョン目標を作って達成していくためにどうしていったらいいかという、広い観点からですねやっていくことも提案をしていきたいというふうに思います。ですから五輪担当大臣ということにちょっと限定しない話でもありますが、それは今後総理や官房長官に提案しながらですね、幅広の議論をしていく中で2020年ビジョンを明確にするような準備を今からしっかりするという意味では、もう今日からでもスタートするという意味では今の我が国の状況においては必要なタイミングではないかというふうに思います。総理や閣僚から具体的にそれ以外の指示とかコメントとかいうのは特にはありません。はい、省内の体制作りなんですけど、五輪に関する省内の体制作りなんですが、内部省内に関係した準備本部と伝えて、来年度の組織改定要求で準備して予定されていると思うんですが、今後五輪の準備組織について五輪担当省に伺いまして、担当省になられまして、組織体制作りをどのように今後されていくのか、具体的なお考えがあれば。はい、これは五輪担当省にかかわらずですね、もともと文部科学省はスポーツ局もあるわけでですね、しっかりと取り組むということで、すでに省議をしてスタートいたしました。今回はですね、五輪担当省というのは合わせて、他の省庁のですね、すべての行政部局の所管する事務の調整を行うということでありますので、多分これは内閣官房の中に設置されることになると思いますが、それはそれとして文科省は文科省としてしっかりですね、主要な官庁であることは、中心官庁であることは間違いありませんから、文科省の中で、今まで通りの体制の中ですね、準備室準備本部を作ったということの中で、さらに充実をする必要ももちろんあると思いますけれども、しっかり対応できるというふうに思います。じゃあ、はい、NHK から質問します。先ほど、今後の有識者会議の設置だということで触れましたが、当面閣僚による会議であるとか、調整のための取り組みというのはどのようにまだ総理から今日指示をいただいたばかりですので、これから官邸と相談しながらですね、スケジューリングについては考えていきたいと思いますが、その前に省内の中でいろんな提言アイデアのですね、骨子となる部分についてはしっかり準備をしていきたいと思っています。はい、どうぞ。はい、読売新聞の記事から申しますが、再来年の世界遺産の推薦候補に向けた国内の検討状況について現在どう話しているでしょうか。昨日官房長官の下で決定するということを聞いておりましたが、それが伸びたということで、つまり昨日決定しなかったということを聞いてますが、いつ決定するかについてはまだ聞いてません。はい、共同通信の黒田といいます。法科大学院についてなんですけれども、先日司法試験の合格発表を受けて、来年度の予算では18校補助金が削減される見通しになりましたけれども、去年より大幅に増えていまして、この今後法科大学院の経営状況がかなり厳しくなると思います。そのことについてどう思われているかと、あと今後の再編統合についてのお考えを聞かせてください。はい、ご指摘の法科大学院ですが、文部科学省では深刻な課題を抱える法科大学院に対しては、自主的自律的な組織の見直しを促進するため、24年度の予算から司法試験の合格率と入学者選抜の競争倍率を指標とした公的支援の見直しを実施してきました。でご指摘のようにさらにですね、26年度の来年の予算から入学定員の充足率も指標に加える。このことによって、公的支援のさらなる見直しを、強化するといいますか、厳しくすると
まあ、いうようなあのことを決定いたしました。でその結果今回の司法試験でこの公的支援のさらなる見直し、まあ、追加条件を厳しくしたわけですね。これによって、平成24年度の時の対象は6校、それから平成25年度の対象は4校だったわけですけども、今ご指摘のように平成26年度は、まあ、18校になってしまうと、まあ、いうことに、まあ、なるわけであります。で文部科学省としては、まあ、今回の結果を踏まえ、公的支援の見直しの対象となった課題を抱える法科大学院に対して、まあ、自主的自律的な組織見直しに、まあ、早急に取り組むよう強くこれから要請をしていきたいというふうに思います。また今後ですね、この法科大学に関する来週にでも関係閣僚会議がございますので、まあ、そこで改めて今後の議論を深めていきたいと考えております。いいですか。はい、はい、ありがとうございました。